さあ続いては動物園だよりのコーナーです。今回は帯広動物園からビーバーを紹介します。ビーバーの生態について帯広動物園の飼育員の松尾さんが詳しく解説してくれますよ。帯広動物園の松尾さんより動画が届いています。早速見てみましょう。こんにちは、私は帯広動物園の松尾と言います。今日はよろしくお願いします。今私は小さなプールの横にいます。水と共に生きる動物ですね、アメリカビーバーについて今日はお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとカメラ切り替えます。はい、カメラ切り替わりました。ではビーバーのお話をお届けしたいと思うんですが、実はですね、いつものエコチルライブの時間10時頃はビーバーはまだぐっすり眠っていて、どうしても動き回ってる姿とかをですね見せることができないので、今日は夕方にちょっとですね事前に収録をさせてもらっています。はい、ちょうどお腹が空いているのでさつまいもですね、大好物なのでそれをあげながらお話していきたいと思うんですが、私たち人間はですね、朝起きてお昼学校とか行って、で、まあ、夜になったら眠る生活をすると思うんですけど、ビーバーは夕方ぐらいに起きてきて、夜の間ですね元気に活動する動物です。夜行性っていうふうに言うので、覚えておいてください。では早速ビーバーを見ていきたいと思うんですけれども、今日ですねご紹介するのは、ダブちゃんと言います。4月30日で11歳になるお母さんですね。隣に子供たちいるんですけど、今こっちはダブちゃんだけです。はい、ビーバーはですね、すごいゆっくり動くのがわかるかなと思うんですけれども、よいしょ、地面の上はですねすごいゆっくり歩きます。でその代わり、よいしょ、はいはい、どうぞ。その代わりですね、こっちの、プールの中ではスイスイ泳ぐことができます。泳ぐのが得意なんですね。後ろ足を見てもらうと分かりますかね、大きい後ろ足をしていて、足の間に水かきがあるのが分かるかなと思うんですけれども、こんな風に水の中を上手に泳ぐことができる、体の作りをしています。で他にもですね、水の中で、上手に暮らすためのスキルをたくさん持っていて、例えばまずこの毛皮ですね、すごい長い毛が、全身にあるのがわかるかなと思うんですけれども、長い毛の下には、ふさふさの短い毛がびっしり生えていて、そのですね2層の毛で、寒さとかも平気だし、あと水もですね体まで、直接入ってこないように、できるようになっています。あとですね、ダブちゃんはですねちょっと実は、もうだいぶ人間に慣れていて、これぐらいの距離感でですね目の前で食べてくれるんですけれども、ビーバーはですね地面っていうのはゆっくりしか動けないので、天敵に狙われやすい、食べられちゃうことがある危ない場所なんですね。なのでよいしょ、向こうにいるダブちゃんの子供なんかはですね、餌をゲットすると、すぐプールの中に戻って、水の中でゆっくりご飯を食べるんですけれども、ダブちゃんはちょっと慣れてるんでここで今食べています。でまあ、あの水の中がですねすごい安心できる場所っていうような生活をしています。であとはですね、平たい尻尾を持っています。これも、オールのように使ってですね方向を変えるのに使ったりとか、あとは、水面をですねバシャーっていう風に叩いたりして仲間に危険を、伝えるのに使ったりすることもあります。であとですね、ビーバーは後ろにねある柳の枝なんかを水の泳いでですね加えながら運んでったりするんですけれども、
なかなか、ちょっと想像しにくいかもしれないんですけど、皆さん木の枝を、木の枝というか棒でもいいんですけど、棒とかを加えながら水の中を泳ごうとすると、多分ですね、口の中に水がどんどん入ってきちゃうと思うんですね。なんですけど、ビーバーは、前歯で枝を加えていった時でも、前歯の後ろ側でですね、唇を閉じることができるようになっていて、水中でもですね、上手に泳ぐことが、水中でも物を加えながら泳ぐことができます。あと、そうですね、ビーバーは、ネズミの仲間なんですけど、前歯の色が特徴的で、ちょっとオレンジ色だったの分かりますかね。鉄分を含んでいる丈夫な歯になっていまして、これでですね、後ろにあるような木を上手にガリガリと削ったりすることができます。で、まあ、そんな風にですね、水が、すごいあると安心できるビーバーなんですけれども、水の多いところに住んでるだけじゃなくてですね、水のある環境を、作ることができます。どういうことかというと、こんな風に枝とかですね、はい、どうぞ、枝とか、あとは泥なんかをですね、集めてダムを作って、川の流れをせき止めて、で水が溜まりやすい場所を作って大きな池を作るんですね。で、池を作るとビーバーは安心して生活することができるというような形です。ダムっていうの分かりますかね。ダムっていうのは、まあ、大きい壁みたいなので川が流れないようにするものですね。で、この環境を作るっていうのがビーバーのすごいところで、人間はね、森を切り開いたりして、畑作ったり建物を作ったりっていうことをするのは当たり前のことかなと思うんですけど、動物で、人間以外の動物でこういうことをするのは、実はビーバーだけでございます。で、まあ、帯広動物園ではそういうダムを作ることはできないんですけれども、ちょっとですね、巣をビーバーも作っているので覗いていきたいと思います。こっち行きます。よいしょ。はい、ちょうどですね、大掃除をしてしまった後なので、ちょっと規模はだいぶ小さいんですけれども、ここがビーバーの巣です。こんな風に枝をですね、たくさん持ち込んで、で、寝床があるの分かりますかね。ふわふわのですね、細かく切り裂いた、木の枝を使って、ベッドを作っています。で、ダムを作るときはこんな風に枝を持ってくるだけじゃなくて、泥などを積み込んで、隙間がないようにして水が漏れなくするという形ですね。ではちょっと一回戻ります。よいしょ、はい、よいしょ。 で、ではですね、よいしょ、もうちょっと、ビーバーの話していこうと思うんですけれども、さっき言ったダムですね、ダムで池を作るんですが、ダムに穴が開いてしまうと水が抜けてしまうので、だんだん水の量が減って池がなくなってしまいますね。なので、毎日ダムを点検して、穴がないか補修をしているそうです。で、まあ、穴があれば、直さなきゃいけないっていう風になるんですけど、ここもですね、ビーバーのプールがあるんですけど、定期的にお掃除をしていて、水が抜けるとですね、あ、池が小さくなっちゃったということで、巣からですね、枝を持ってきたりして排水口にグイグイと押し込んだりするような姿を見ることがあったりします。多分ね、そういう風にして野生でもダムを守ってるんだろうなっていう姿を見ることができます。で、ビーバーがですね、作った池の周りでは、いろんな生き物が暮らしています。池には、まあ、魚がいたりして、で、ダムが、枝が組まれているので、そういったダムの隙間なんかにですね、逃げ込んだりとか、あとは鳥がですね、ダムとか池の中にビーバーを巣作るんですけど、そういうところの上にですね、鳥の巣を作ったりとか、あとは、ダム自体はすごい丈夫で人間が乗っても壊れないようなものなので、その上を、通路にしているような哺乳類なんかもいたりします。
はい、あげますね。タブちゃんはね、この白いひげがちょっと特徴的なんですけど、で、そういうダムはですね、何世代もかけて、子供の世代、その次の子供の世代っていう感じで、どんどん次々と同じダムをどんどん大きくしていって、大きいものだと800メートルとかもの長さになったりしてですね、衛星写真、宇宙からも確認できるようなサイズになったりしているものがあるそうです。そんな風にですね、すごい一生懸命、本当になんか働いてるかのようなですね、ビーバーに興味を持ってもらえたら嬉しいなと思います。最初に言ったようにビーバーは夜行性と言いまして、夕方からね生活を開始する動物なんですね。なのでもし帯広動物園にね来てくださる際は、ちょっと夕方の時間もぜひ来ていただいて、ビーバーが動いているところを見てもらえたら嬉しいなと思います。といったところで、お時間そろそろかなと思いますので、今日はですね、夕方の帯広動物園からビーバーのお話をお届けしました。どうもありがとうございました。皆さん、ビーバー可愛かったですね。ラブちゃんとってもキュートでした。夜行性だから今は寝ている時間帯ですね。のんびりしているけれど工作が上手で器用な動物、人じゃないのにダムが作れるってすごいですね。勉強になりました。皆さんもビーバーについて詳しくなりましたね。松尾さん、ありがとうございました。